今回は私としお姉でおもてなしです。では早速ゲストであるお嬢様をお招きしたいと思います。三井あゆみ様です。どうぞ。どうも、お帰りなさいませ。お嬢様、かわいい。どうしたんですか。いやいや、お嬢様、お嬢様どうしたんですか。モデルさんみたい。いつも違うのに、そんな褒めてもらえるんですか。もちろんでございます。やばい。お嬢様、今日もお美しゅうございます。ありがとうございます。お二人にはかないません。いや、謙虚なところも素敵です。どうしよう。いや、こんな謙虚なお嬢様、今までさやかお嬢様、桃山お嬢様来られましたけど、こんな謙虚なお嬢様いらっしゃるんですね。日本も素敵なのでございませんね。ありがとうございます。そうですか。いや、今回はおもてなしがいがあります。はい、ありがとうございます。はい、ということでこの番組のルールなんですけれども、もうお嬢様にはですね、はい、ぜひぜひ勝利して帰っていただきたいので、はい、最近不調で困ってますよ。あ、そうでございますか。この番組はね、とってもお嬢様にとってお得な番組となっております。3人ともが負けない限りは三井お嬢様は勝利して帰れるというわけでございます。私めっちゃ負けますよ最近。いい、構いません、構いません。私たちが頑張りますので。そうです、どんどん使ってください。どんどん行っちゃいましょう。お嬢様、そろそろお仕事のお時間でございます。はい、本日の館は将軍田畑店でございます。私今日田畑店さん初めてなんで、すごい楽しみにしてきました。おー、それはよろしいことで、それではお嬢様が楽しんでいただけるようにおまじないをかけたいと思います。はい、せーの、おもてなし。当てた。今回のおもてなし機種は CR 銀河乙女です。この銀河乙女はですね、2スペックあるんですが、今回実践するのは、大当たり確率約 399.6 分の1の MAX タイプの方でございます。こちらの機種ですね、業界初の V 角バトルスペックとなっております。確変突入率が 70%、 確変継続率が 82% でございます。なので確変に入ることができればですね、かなり大量で弾獲得に期待ができると思いますので、頑張っておもてなしさせていただきたいと思います。あゆみお嬢様は、はい、立ち手初登場ということですよね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ自己紹介なんかしていただけたら。はい、いいですか、そんなお時間いただいて。いえいえ、何もかもおもてなしされている感じなんですけど。いえ、とんでもないでございます。いや、すみません。必勝をドリセブガールズ三井あゆみです。よろしくお願いします。新人っていう年でもないですけど、こうやって初手での動画に出させていただくのは初めてで、少し緊張しております。ドリセブでいうと、もう一人のメイドさんのナルミンと同期になってまして、今年の最初ぐらいに入団しました。で、まあ、普段何をしているかと言いますと、はい、私麻雀のプロをやってまして、おー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 、麻雀のプロというか、麻雀の仕事をしてます。いつも雀荘で働きながら、まあ、パチンコも打ちながら、土日なんかは競馬とかもしたり、まあ非常に中身はおっさんだと。まあ、みんなね、私たちみんなその辺は、はい、あ、そうですよね。まあ、パチンコも麻雀も競馬も、まあ、スロットもいろいろ好きなものがあるんですけど、今はもうパチンコってい
言うとまだ勉強中の段階だと思ってるんで、これからあの2人の先輩を見習って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いえいえ、とんでもございます。いえいえ、もう叶いません。いやいや、もう大先輩じゃないですか。どうしたんですか今日は。いやいや、でも私たち麻雀はもう全く全く分かりませんので、今度お嬢様に教えていただけたら嬉しいでございます。一人教えますよ。でもこのおもてなしされるって、今までの勝率は 100% ですか？今のところメイドのどちらかが助けておりますので。ゲストが自力で出すはないんですか？ゲスト様も出されております。お、今回はマックスですけど、お嬢様のために私頑張りますので。マックスといえば塩姉様。いや、とんでもございません。最近全く活躍しておりませんので、これもアイム様のために引きを取っておきました。はいはい、すごいできるメイドさんですね。頑張ります。しお姉がそろ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 あの AKB の時はちょっとまだ準備期間中だったので、はい、あ、ちょっとですね、はい、準備期間を経てるんですね。そうでございます。まだ研修中でございました。研修中、研修生だったので。あ、なるほど。まだ研修中かもしれない。まだ研修中かも。でもいつ爆発するかわからないから、今日出したら正式な正式な正式なメンバーとして迎えていただけると嬉しいです。おどうだ今。お、金だ、いきなり。お、金系の予告が。ネクスト2つついてる。あ、じゃあもう連続予告。しそう、2回しそう。役物のことじゃないですか。どうなる。いきなり金はチャンスですし、卑弥呼の先読みも赤だったので、はい、あ、中津柄卑弥呼先読み、はい、あ、もう一回いきますね。計算済みで、ギジさん、文字が赤か金だったらちょっと弱いですかね。緑保留、ここで、おー、萌えが入れた。萌え、萌え一人バージョン。おいいですよ。シエルストーンフラッシュ欲しいですよね、やっぱり。あ、そうですね。エボリューション出ました。で、乙女リーチ。お、もう一回。いいよ、いいよ。お、シエルストーンフラッシュ、すごいかわいい。で、あ、図柄も燃えて、燃えてますね。戦艦リーチ。どうですかね。ですか。ボタンの前にカットインが出るとチャンスアップです。ほんとシンプルですね。はい、うん、細かいチャンスアップはあんまりなく、図柄と、分かりやすいですよね。はい、分かりやすいです。どうだ、あ、カットイン出た。おお、あるよこれ。あるあるある。わあ、お嬢様申し訳ございません。可愛いかな、全然許します。お嬢様楽曲系リーチかかっておりますね、はい、こちら継続しますと、もしかしたら当たるかもしれませんよ。お、継続した。あの
文字来ました。昨日私楽曲系リーチで大当たりしました、はい、おこれも揃うか揃わないか。残念残念でした。戦艦ボーナスチャンスに発展しました。当たってしまえ。どっちもチャンス、どっちもチャンス。こちらはキジさんです。あ残念、これ戦艦ボーナスに当選するチャンスだったんですけれども外れてしまいました。それでございますか。おー、もよかった。よく出るな2枚目。しかもうちの大好きなオリビアちゃんの。でもねちょっとね怪しい、ちょっと怪しい、ちょっと弱いですかね、やっぱり。乙女リーチ図柄も燃えてないしちょっと弱そうですね。これ色が一緒だからちょっと当たったかと思いました今。そうですね。なかなかマックスタイプということで大当たりが必要ですね。なかなかで早いこと当たっていただきたいのですが、今の状況をマージャンに例えるとどんな感じですか。はい、今もうあのイーシャンテンで有効牌引けなくて苦しめられてる感じです。なんだかわからないけどかっこいいでございます。かっこいいでございます。ありがとうございます。うまかったかな、わかんないけど全く今言ったことは理解できませんでした私たちには。すいません、マージャン用語で会話してしまって。いえ、とんでもないでございます。あゆみ様が発するお言葉はどれも素敵でございます。とても貴重でございます。なんか塩姉さん あのメイドの対応ベテランさんの匂いがする。研修生でございます、ベテランではございませぬ。図が高いでございますか。申し訳ございません。そういうことでは図が高い、よく言われるんでございます。よくよく小学生の頃からすぐ目をつけられるタイプでございました。先輩からつけられそう、つけられそう。小学生の頃から背が高かったの。小学6年生卒業時に169でございました。変わってない。全くほぼ全く変わってないでございます。目についちゃう。すごい。そうなんです、そりゃ目をつけられるでございます。男の子より全然。戦艦ボーナスチャンスに。お嬢様、戦艦ボーナスチャンス頑張って連打します。もうボーナスとはお嬢様のためにある言葉でございますわね。いや本当でございます。おめでとうございます。だよね、これに入れないとダメですよね。そうなんでございます、でもマックスタイプですから 70% は普通にいたしますので、ギャラクシーダッシュにぜひとも、はい、入っていただけると。そうですね、私たちもとても嬉しいでございます。緑カットインですね。
殲滅できたらギャラクシーラッシュ。くださいませ。やばいやばい。ブイブイ、いい音でございます。突然来ましたね。いやーすごい。ここからは 82% 継続でございますから、はい、結構な出玉が期待できるんじゃありませんか、お嬢様。はい、そうですね。これ信頼期ですよね。そうでございます。もう変動がものすごく早いので、とっても早いでございます。はい、もう10回転ですね。もうなんかあっという間に100回転ぐらいはサクサクとハマった感覚もなく、そうですね、早い。あとリーチが受かれば何かしらの当たりが、はい、確定するっていうのがこの台の魅力でもありますね。そうでございますわね。ハズレがないでございますわね。なかなかリーチがかからないですね。かからないです。もう235回転あっという間ですね。あっという間、何にも気にしないで見てたらもう、でも全然ハマってる感じはないですよ。早いからしない。お、お、赤い。お、お、これは良さそう。回ってますね。あ、赤まで行った。これは良さそうですね。赤文字一人ですね。ここが強力だったらチャンスですが、ここで攻撃を決めてしまえば即勝利でございますわよ。はい、青ボタンダメだ。倍返しだ。倍返しだ。倍返しだ。メガネちゃんの文字も白い。赤だったらね、チャンスでございましたが、互角ですね。これね、復活しないと。余計だ。ただ連打があって、キミコもあるんで、はい、まだ大丈夫でございます。まあ、とりあえずここで復活してほしいよ。あ、やったそうでございますわね。お嬢様なら大丈夫でございます。 50% なら楽勝でございますよ。できるかな。青ですね。青のまま。青だよ。いや、続くことが大切でございますよ。そうです。ありがとうございます。実は私これプライベートで打ってて、はい、このギャラシーボーナスこれを含めると7連中です。50% がなかなかお嬢様はそうみたいですね。いやでも気持ちわかります。おー、赤保留来ました。おー、赤保留は大丈夫ですよ。大丈夫でしょう。3です。決めちゃいな。決めちゃい、決めちゃい。倍返しされる。倍返し。倍返しだ。倍返しだ。いや、うちの。お、赤でございますわよ。食べます。い
やったー、さすがでございます。さすがでございます。これで16ラウンドになるでいいとございます、ね、なるといいですね。お嬢様、そんなこともあります。ある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 、仕方ないです。すごいな。しおねえもすごく静かでございます。私、お嬢様のために応援に必死でございますので、ちょっと自分の台の方、あ、やばい、ピンチでございます。これ大ピンチですね。あらこれこそ終わりそうな、恐ろしい。お願いします。あ、やばい。頑張れ頑張れ、お嬢様頑張れ頑張れ頑張れ、重い。ああ、チューインガムです。チューインガムだ。ああ2連3連か。ああ、これは時短ですね。時短50回。この台は潜伏とかがないでございますもんね。はい。お、戦艦ボーナスチャンスでございます。当たったやつ。あ、お嬢様が当たった演出でございます、ね、私は当たるでしょうか。おお、応援に専念してください。応援も虚しく、お嬢様は時間に、あー、カットイン顔。あー、申し訳ございません。先生大丈夫でございます。反発。本当に2人して役に立たない。終わってしまいました。お嬢様が終わってしまったということで、次は私の番かと。頑張ります。終わってしまいました。じゃあ、あとはしおねさんに隠して。はい、はい、頑張ります。あとはしおねに任せます。あ、気泡流だ。お嬢様、お、あ、次回予告。二人とも追いついかないで。次回予告。これマリアレンジ行くんじゃない？あ、戦艦かな？戦艦ですね。燃えカットイン。
リューシャン、エボリューション、エボリューション、よし、ビッグクリアーズ、今のところはいい感じ。もう合体やる、ボタンが普通、あなかなか当たりません、でもお嬢様なら。危ない気がする。かわいい。ダメでした。これどうしたら図柄が揃うんですかね。そうですわね。戦艦ボーナスチャンスからしか。では図柄を私が揃えて。ちょっと揃え方を教えてくださいよ。教えてください。見せましょう。と言いながらも昨日も1151回転まで当たらなかったでございます。すごいプライベートでも貯めてるんですね。そうなんですございます。だから今日はいけるんじゃないかなと思っているんですが、今のところ